皆さんこんにちは。こんばんは。にゃんにゃんチャンネルキャベ太郎です。マック大佐です。本日は4月2日に開催される明治安田生命 J1 リーグ第6節アウェーコンサドーレ札幌戦のプレビューをやっていく。おう。コメント欄の方には試合の予想の方を皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやミシャ見てる？にゃんにゃんチャンネル。年間順位はコンサドーレ札幌10位でしたね。勝ち点は51ということで、浦レッズとは12離れてます、はい、で、うん、ホームアウェーの方の勝ち負けのバランスとかもまあ特に良し悪しなく、うん、平均得点数の方も浦レッズと同じぐらいなんだけど失点数の方が若干多いと。で BTTS、はい、ホームとアウェーのチームが両方ゴールを取るっていう、数字の方が 50% になっているので、浦レッズに比べると失点が多くてまあ複数得点入るゲームが多いっていう形ですね。本日はそれに加えてだんだん2022年のね、試合が進んできたんで、そっちのスタッツの方も、年間順位が今は浦和レッズが 7試合消化で6位、それに比べて札幌の方が5試合消化で10位なんだけど、その5試合が全て引き分けと、はい、もう引き分けの世界記録を作ってほしい。なんか綺麗だよね。5引き分けってなかなかだよね。1試合0対0があって、前節の横浜 F マリノス戦が2対2っていうことなんだけど、まあ、5試合で5点5失点ということで平均得点が1、平均失点も1、うん、で BTTS ホームアウェー両チーム点を取るっていう試合が4試合で 80% っていう形になっていますね。まあ相変わらず失点は多い方になってくるのかな。どうかね、それはそうだと思うし、やっぱマンツーマン気味にね、中盤なんかから剥がされるとその瞬間に結構数的優位作られたりっていうのがありえるから、まあどうしても失点は避けられない可能性はあるよね。ただね、得点の方がねもっと上がると思ってたの。2021年が 1.26 で、でこれまでの試合はね、うん、その2対2っていう試合がまあその横浜 F マリノスの試合であったんだけど、うん、それ以外は全部1得点以下だから、うん、オーバーアンダー 2.5 っていう両チームの得点を合わせた数ね、それが 2.5 を超えるっていう試合が 20%、まあ1試合しかないから、はい、ここの数字に関しては結構今シーズンのだけっていうふうに考えない方がいいのかなっていうような気はする。うん。直近5試合の、まあ、成績ですけど、まあ、札幌さんの方はセレッソ大阪さんに、まあ、2対2で、まあ、かなり白熱したゲームになりましたけども、若干その自チームのミスってところで失点してしまうと、まあ、追いつけ追いつかれみたいな展開ですね。もう全部引き分けなんですよ結局5試合。ただ点はある程度取れているっていうのが、まあ、札幌さんの状況ですね。悪い方の言い方をすると札幌さんは未勝利でこの試合に挑むことになるんですけども、一方で浦和は、まあ、負けもあって勝ちもあってで不安定な状態ではありましたけど、前節、まあ、岩田の方に4対1と、そして新戦力のモベルグも点を取ってっていう、まあ、いい流れで中断期間を経てこの札幌戦に挑むというところで、初勝利を目指す札幌と、ぜひとも上を目指すために連勝したい浦和という構図になりますね、はい、アウェーはね全敗だからね今。19年まで遡って乗せています、21年は、まあ、札幌さんに、まあ、直近で負け2対1で負けているのが、まあ、状況で、その前はですねガチガチに守備で入って0対0のスコアでというところが21年シーズンで、それ以外の20、19シーズンでいうと、浦和勝ち、浦和勝ち、引き分け、浦和勝ちということで、まあ、20年シーズンより前は、まあ、浦和有利でしたが、まあ、直近はね札幌さんのに負けているということで、まあ、ぜひともね悪い流れを切りたい、まあ、通算でいうと浦和の10勝4分け6敗なので、まあ、勝ち越しているのはこちらですけども、ちょっとねここら辺で叩いておきたい相手でございます。放出の方で大きいのが、チャナティップ選手ですね。であとはキム・ミンテ選手ってところも大きいところですね。ただ、加入選手の方で言うと、ガブリエル・シャビエ選手が入っているっていうのと、コルキ選手がレンタルで加入しているところが大きいところですが、コルキ選手はこの試合は出場ができない。
コンサドーレ札幌は、第4節横浜 F マリノス戦からの変更点はゴールキーパー菅野選手に代わって大谷選手、浦和レッズユース出身の大谷選手が入ってる、お久しぶりです。横浜 F マリノス戦は、センターバックに10番の宮澤選手が入っていたのが、セレッソ大阪戦は50番岡村選手が、センターバックで起用と、まあ、実質ちょっとね、やらかして失点につながるミスをしてしまったんだけど、左サイドバックはねずっと福森選手が、まあ、あのコンサドーレ札幌はね、まあ、日本代表レベルだろうなって俺は思ってるんだけど、はい、出ていたところに、うん、横浜戦では中盤に入ってた高峰選手がディフェンスラインに入ったと、はい、とその中盤に空いたところに8番の深井選手が入る、トップ下には19番小柏選手に代わって27番の荒野選手、まあ、実力者ですね、はい、が入っていて、はい、さらにフォワードは、興梠慎三選手に代わって、マテイチはマテイヨニッチやねえや、何だチュチッチだろということで、かなりメンバーが入れ替わってんだけど、まあ、センターバックに関してはどうなんだろうね、実力なのかもしかすると浦和レッズ戦を見越して、まあ、ちょっと時間をっていうところもあるのかな、うん、まあ、いずれにしろかなり変更されてます。浦和レッズに関してはもうゴール期待値がね、うん、2を超えて、まあ、実際のゴールも4ゴール取れてってところでかなり、うん、まあ、好ゲームで、まあ、あのポストゲーム動画の方では話しましたけど、まあ、パス成功率、アタッキングエリアでのプレーの比率だったりとかもかなりいいということで、うん、キャスパーユンカー戻ってきて、はい、強いぞ浦和レッズみたいなところが出せたんだけど、はい、さあ一方でコンサドーレ札幌は、ゴール期待値 2.43 ということで、これもかなり高い数字になってるね。高いね、うん、そうそうそう、最近ね、なんかその数字を見てて、シュートコンバージョンレートっていう、その1ゴールを奪うために何回シュートをするかっていう数字があるんだけど、うん、この数字が、うん、実はコンサドーレ札幌は 9.8 で、昨シーズン2021年はこの数字、コンサドーレ札幌 12.97 だったんで、うん、ここ第5節までのことを話をすると、うん、コンサドーレ札幌の決定力は上がってる。うんうん、でちなみに浦和レッズは、2021年のその数字っていうのが 9.95、うん、で今年が 13.43 ということで、今年に入って下がってるんで、だから13本14本シュートを打たないと得点が入らないっていう数字なんだけど、うん、まあ、これに関してはやっぱりキャスパー・ユンカーの不在っていうのが大きく、はい、まあ、影響してるのかなっていうふうに思う、うんうんうん、で、お決まりの、海外ブックメーカーで出されている結果予想ですね、うん、うん、コンサドーレ札幌勝利が 34%、 引き分けが 32%、 浦和レッズは 34% ということでパックリ割れてます、はい、で今日もう一つ紹介したいのが、ね、これフットボールラボさん、うん、これね、あのシーズンオフの方でデータ解析の方をやってた時にすごく使わせてもらった、はい、あのホームページで俺すごい好きなんだけど、こちらね、あの、うん、試合結果のシミュレーションみたいのをやっていて、50試合やった時にどういう結果が出るか、はい、すごく詳しく書いてあって、コーナーキックからの得点が何パーセントみたいな、うん、その何本あって、はい、でまあ、その PK でのゴールが何本あって、うん、その他が何本あってっていうのが細かく出てて、しかも、まあ、なんか更新ボタンを押すたびに試合経過まで全部出るのよ、何分に誰々がこういうことをやるみたいな予想が出てて、これ結構面白いんで、皆さんも、はい、あの時間があったら、あの自分で見てみてください。あ、でそちらの方で出されてる、まあ、だから50試合っていうのを100試合で換算してパーセンテージに表すと、うん、コンサドーレ札幌が 36%、うん、引き分けが 26%、うん、レッズが 38% ということで、まあ、ほとんど同じ数字になってる、うん、あともう一つ言いたいのが、うん、で実は第5節が終わった段階で、2022年シーズンっていうのは、あの 全部で306試合行われるんだけど、うん、約6分の1の47試合が終了している、はい、事件です、うん、なんと J リーグ全体、 J1 リーグ全体の引き分けのパーセンテージが 40% 高、内訳をすると、まあ、ホーム勝利が 34%、 引き分け 40%、 アウェーが 26% なんだけど、2021年の数字はホームが 42%、 引き分けが 25%、 アウェーが 33%、 これサッカーでは一般的な数字、今シーズン引き分けが異様に多い、そういうことを踏まえて、さあお決まりの予想コーナー行ってみよう。そうね、まあ俺はもうデータ中だから、うん、このデータで表されてるのはね、うん、コンサドーレは1点決めると思う、うん、ただ浦和レッズはゴール期待値の方がね 1.3 とか 1.4 とかっていう数字だったんだよね、うんうん、でそれに加えて前節岩田戦で大量得点決めてっていうことがあったから、うんうん、2点の方が近いと思う、浦和レッズに関しては、ということで1対2で浦和レッズ勝利。
はい、ごめん硬いとこ行っちゃったけど先にね、うん、当てに来てますね。いや私はもう得点者まで当てる3連対システムを狙っていきます、はい、ということで、まず、まあ、札幌に、まあ、指定してしまうんじゃないかっていうところに関してはアグリーですね、うん、でやっぱり金子選手の質がかなり高くて、うん、やっぱかなり浦和レッズにとっては脅威になると思います。だからそこで金子選手に1点で、さあ果たして浦和はどうなのかっていうところで言うと、まあ、前節のようにペナルティーエリア内に侵入できるし、まあ、ユンカーが最初から出ていけば、まあ、大いにあり得ると思います、うん、ということでユンカーゴールですね、まず、うん、で、まあ、関根選手ここ最近シュートチャンスは数あれと決まりません、うんうん、でも今節決めますということで関根選手も1ゴール入ります。そうすると何が起こるか、うん、怒りのうまい替えが起こりますね、そこであの大きくバランスを崩し、浦和レッズは畳みかける3点目を取ると。セットプレーからです。これはセットプレーからショルツヘッドです。以上この3対1で、この試合を締めさせていただこうと思います、はい、前に出てくるとこまで入ってんだ。1対2で終わるのかと思ったら、そうやっぱ2者は諦めない。いや諦めない、攻撃で来る、うん、とにかく向こうのに対して先取点を取るっていうのが非常に重要で、終盤になってくるとそこら辺でね、うん、またわちゃわちゃってなってそこを確実に仕留めるというのが大事です。でね、あの中盤ね、あの札幌はマンマーク気味で来るんで、そこに関してはあの前節ね、吉尾のタッチなんか見ると本当に調子取り戻してるんで、うんうん、あのそこで1枚剥がせれば大きく試合の展開が変わります。ですのであの小泉吉尾選手、あなたにかかってます。お願いします。お願いします、はい、ということでこの結果予想の前にね、うん、40% っていう風に言ってるのに、うん、引き分け多いよっていう話をしてるのに、うん、両方とも引き分け予想しなかったね、うんうん、いや、うん、これ引き分けじゃないです。もうここ引き分けをこれだけ取ってるっていうのは、あのしかも、まあ、前節はね悪い流れで、あの札幌さんの方はね勝ち越されてしまった中で、それで追いついてるから勝負強さもある程度あるなっていうのが、なんかミシャらしからぬって言うとあれなんだけど、うん、なんか出てきてるなっていうところが、まあ、印象としてはあるんですが、ここは勝たせてもください。お願いします。連勝したいんじゃということで、はい、皆様も結果予想の方はコメント欄の方によろしくお願いいたします。この間からねちょっと若干ねこう盛り上げるっていうか、こう流行らせようとしてさ、うん、あの白旗あげるなら赤旗振れみたいなこと言ってんだけど全然流行んないのだからちょっとみんなあの赤い旗振ろう、全力でね後押ししていきましょうよ。まだまだ全然諦めるような感じじゃないですよ。いや俺結構ね、いやレッド強いと思うんだよね、うん、で逆に川崎はなんで勝ってんのかよく分かんない俺は。なんか内容はあんま良くなくてもね勝ってるからね今ね。俺得点力めちゃくちゃ落ちてると思うんだよ川崎。だから本当に、うん、しっかりと勝ち点進んでいけばあるであるであるでなと思うんだ、うんうんうん、やっぱそのためにも、まあ、引き分け多いって話したけどやっぱ勝ちたいね、うん、しっかりと、うん、そうね、その実力はあると思う。俺たちが信じないで誰が信じんだよ。ということでこの動画面白かったらチャンネル登録高評価よろしくね。お願いします。バイバイ、バイバイ。Check the mic and make sure it sound right, boys.